今日初配信なんですよね、実は。七崎さん、タコありがとうございます。暑いね、めっちゃ今日。もうちょっと外出ただけでも汗だらだら。花子さん、ありがとうございます。目がシパシパする。こんにちは。さっきポニテで波ウェーブしてもらった。可愛くない？波ウェーブ。そいつも普通に巻いてもらってるけど、波ウェーブです。わかるかな。毎日レミちゃんの顔が見えて嬉しい。そう言ってくださって嬉しい。ジョニーさん、ハートやっこありがとうございます。今日もメイクパチパチ。今日はか、昨日スピンだったから。見えてる。ほなぼさん、だるまありがとうございます。こんにちは皆さん。すいません、配信できなくて。この枠が5時半までして、次多分今日3時間使い切れないので20時から21時です。次ボーダーの、あ、昨日も確かにボーダーだったかも。昨日は友達とそれの服似て朝からしてるから頭が痛くなってくる。確かに珍しいかも。この枠しか取れなかった。え、雨、風。小田はぬいん、かわいいよね。小田好きだよ。にょん、こんにちは。今日、電気つけてない。リングライトもつけてないからちょっと暗めかもしれない。わあ、何しましょう。皆さん、この枠でお話ししましょう。暑いからさ、たくさんなんか飲み物飲んでるけどさ、熱中症とかに効くのって水とかお茶とかじゃないと効かないのかな。なんか他の飲み物飲んどけばいいのかな。とりあえず今水とか飲んでるけど、なんか違う。スポーツドリンクね。あ、水飲んだ。え、カフェインもあんまり良くないんだ。マジ？昨日飲んでたココア。レミ、ココアなんて飲んでたっけ昨日。何も止まってないよ。なんかさ、なんかあれ以来さ、すごい虫に敏感になっちゃって、街っていうか普通に街に虫とか飛んでるとパッて見つけちゃう。すぐ、そう、え、やだ、なんかもう 見たくない虫なので文字送らないでください。怖い、普通に
なんかさ、切り抜きのさサムネ悪意ありません？別にいいんだけど悪意あるなって思っただけ。振りなんてしないよ。そう、矢印もつけられた。役やるじゃんと思って。しかも昨日の優しいりみちゃんは困らせないでください。星投げありがとうございます。立花さん、タコありがとうございます。今日さ、メイクいい感じじゃないですか。アイラインをちょっとここら辺に用意しました。あとはいい感じ。そう、今日はね、早起きしましたよ。頑張って早起きして、朝からアイライン綺麗だよね。言えないやん、自分でしました、うん、ジローさん、ハートありがとうございます。 NMB48 にお友達はいません。もう鳥取県の、あのレミ、他のグループさんで友達ないんですよ。関わりがないからね。かなぱさん、だるま役ありがとうございます。ジローさん、花束と、あれ、ありがとうございます。福留の、出た、福留の卒業イベント、あの出演させていただきますので、福留の最後を一緒に見送りましょう。そう、なんかね、あれなんだっけ、お話し会とかでもさ、配信もそうだけど、福留の卒業イベント出るのって聞かれてて、それでまだ発表されてないから、そう、ちょっとね、なんか濁してたけど、まあ感づいてた方が多いと思いますけど、そう、出演しますので、福留のファンの方は一緒に見送りましょう。そう、みつほちゃん推しがね、たくさん来れるように、そう、そう、19年組大集合です。同期みんな、アッキーさん、だるまありがとうございます。ベキタンさん、かわいい、ありがとうございます。そう、だから悲しい、すごいなんか悲しい、福留やめないでほしいなってずっと伝えてます。会うたびに、寂しい。寂しい、本当に寂しいよ。ねえ、寂しいけど、けどね。でも最後を見送れて嬉しい。ありがとう福留、出たいって言ったらそう、いいよって言ってくれた、嬉しい。出たいって、ね、強く言ったら、そう、こんにちは。なんかめっちゃあっという間だったよね、今まで。
ひげじいしんちゃん先生さん、ハートありがとうございます。今日なんかさ、すごい目力悪くない？気のせい？あっという間。ねえ、アイライン。イエイイエイイエイ。イエイイエイ。この話したっけ？リミがカラコンデビューした話した気がするな。したっけ？したっけ？したわ、うん、したした。紫さん、タコありがとうございます。したよね、ごめんなさい。すごいなんか新鮮、毎日してることが、ま、配信をおなじみの顔でしょ。もうね、聞いたよね、したもんね。フェスターさん、ハートありがとうございます。今日はチークも塗ってるから血色がいいよ。普段あんまチークとかしないけど、なんか気分でした。チークギャルに憧れ、ギャルに憧れてはないけど、ギャルは可愛いなと思います、うん、でももうカラコン入れるのももうね、向いてないから。そう、あれできないよ。もうすぐめっちゃさ、目が乾くじゃん。しかもすぐ撮りたくなっちゃう。初めてした日もすぐ、もうね、何時間で外してる？ 3 時間ぐらいで外しました。寝薬必須だよね、本当に。なんかでもレミ、ルーズソックス履きたい。それはそう、それはそう、それは夢だから。そう、なんかなんちゃって制服を着てルーズソックス履いて、ちょっと平成ギャルみたいになりたいなっていう、それもある。ジョニーさん、あれもありがとうございます。ギャルレミ、でも多分それはね、しても、ど、あの、表には出さないかも。そう、表には出しません。お話し会でね、なんちゃって制服着るのもあり。そう、ルーズソックス持ってないよ。Y2K ファッションね、かわいい。レミもハマりそう。若いうちにね、やれることはやりたいので、ルーズソックスも叶えます。制服いいね、制服しましょう。多分いつできるんだろう、わかんないけど。すごい飲み方。でもなんかママも履いてたらしい、ルーズソックス。ギャルだったらしい、噂によると。ちょいギャル的な。あー、浴衣ね、浴衣ね、なるほどね、浴衣もいいかも。そう、世代だったかな、ギャル、ギャル。画角変わった。今日は机がここにないから変わったように見えるけど、いつもここでした。あ、イヤホンしよう。嘘でしょ。そうさ、
ギャルメイクしてみたいな、すごく。したいしたい。そう、自分と違うのに憧れる、わかる。そう。フォローしました、ありがとうございます。ミータンプライベートで写真撮るときはギャルピース、ギャルピースもする。それこそなんかクラスの写真でもギャルピーしようみたいな、なるときも。なんかさ、超面白かったことが、超面白いっていうか、面白いっていうよりびっくりしたことがね、学校行事があって、にあって、なんだっけなんていうんだっけ、校外学習があったんですよ。それでね、あのなんかさ、普通にあのリュックを持ってくるじゃん。一泊二日だったから、一泊二日の校外学習だったから、いやレミの話じゃないんだけど、なんかそのさ、宿泊用のカバンもあるじゃないですか。ちょっとエアコンの温度下げる。なんか首焼けた、気のせい。そしてそのなんか宿泊用のさ、カバンがなんかウーバーイーツのさ、カバンあるじゃないですか。そのカバンを使ってる人がいて、結構びっくりした。なんかってなった。誰のか知らないけど置いてあって、そんなメンタル強いと思って、面白かったってだけ。そう、ウーバーのカバン使ってた。すごいと思って。でも普通に言ってるよね。そう、センスよと。なんか寒くなってきた。そう、面白かったセンス最高かよってね。いや、それを普通に背負ってるのは面白かった。そうね、面白い。ね、なんかそれをさ選ぶ、ね、能力というか、そういうのがすごいなってね。当たり前のような顔で使ってたからちょっとびっくりしちゃった。普通に面白かったけどね。いや、個性があっていいなと思いましたよ。今度はどうなんだ。そう、面白かった。当たり前の普通に持ってたから、そんな普通に持つものなのと思って。そう、え、高くない？3万円もするんだ。でも、まあまあ、あ、もうそんなもんのか。カバンもリュックとかだったら、いいやつだったら値段するもんね、割と。普通なのかな。おー、性抜群。確かに何入れても大丈夫って感じだね。しっかりしてるよね。そう、明日の配信もどうなるかわからないので、まあ予定は立てれないけど、朝できたらちょっとでもしようかなって思います。
鳥取ってウーバーイーツ一応あるけど、なんかちょっとしかない。なんか鳥取市の方にしかないのかな。うん。多分。そうです。なんかさ、このイヤホンさ、うん、カウントオーバーしてる。カウントどれぐらいまでいけるの？でも本当にさ、本当にまだ分かってなくてさ、20までなんだじゃあ100オーバーして、あ、50まで、あ、50までなんだおかしいな、どこまで行くんだろう。確かに、なんか朝ってさ声が出にくいじゃん。そんな喋らないから。おー、どこまで行くんでしょうこのカウントは。すごいすごいすごい、カウントで埋め尽くされていくどこまで行くんでしょう。カウントで埋め尽くされていきますね。おーちゃんさん、ハート役ありがとうございます。みんなにいる100超えちゃった、ね、終わった説、終わった説150、100オーバー。みーちゃんさん、尊い、ありがとうございます。すごい、初めて見たこのあれ。終わりましたね、完全に。ありがとうございます。皆さん、フライデーいかがお過ごしでしょうか。フライデーフライデー。ジョニーさん、クマありがとうございます。お、いいですね、髪切りに行きました。夏さっぱりしていきましょう。フライデー、花金ですよ、花金。それテンションおかしくなってきた。そうなんです、インスタ、あとね、本当にあとちょっと、これま、これぐらいまでいった。あー、303、あと687、なので皆さん、フォローよろしくお願いします。うんお願いします。まだフォローしてない方は、あの、一番に行ったらインスタライブするので、インスタライブが見たいよって方はぜひ拡散してくださると嬉しいです。でも8月3日以降ですので、このイベントが終わり次第します。あと、いやでもね、写真がなくなった、投稿する写真、いやなんか最近撮ってない。お返しします、こちら、やばい、写真がないんだよね。 あ、今日パスワードめっちゃ間違えまくってる。あー、過去ピック、なるほど、おしゃれだね。
ね、あげてるんだよね、撮ったら撮ったらあげてるから。あーなるほど、これとか。あ、じゃああげるやつあったのであげます。そう、これをあげ忘れてたのがありますので、あとこれとか。あー割とあるかも、割とね、割と。もう確かにレミ、レミが映ってなくてもいいんだねそうやん、まあそう、自己主張強め。いやなんかせっかくね、まあ確かに確かにね。そうそうそう、あったよ、2個ぐらい投稿できそう。でも過去すぎてもあれだよね、あまりにも。どれぐらい過去だったらいいんですか。綺麗な夜空とか、確かに中3になっちゃう過去。うん、まあじゃあ今日投稿します。多分、いやごめんなさい投稿しなかったら、投稿するつもりなので、皆様よろしくお願いします。今日さ、メイクさんに前髪切るの上手だねって褒められた。ただこうやってフォローしてきたよ、ありがとうございます、嬉しい。美人今日めっちゃいいね、ほんとメイクしてるからじゃないメイクしてるし髪もちゃんとしてるから、ほらしなかったらフォロー外そう。それはまあレミの責任だから、外されてもしょうがないけど外さないでほしいなみたいな感じです。自分で切るのすごいでしょう。でも割と短くないですか。朝配信はノーメイク、明日は、あー分かんない、予定がまだ分からないので。朝からさメイクバチバチしてたら本当に尊敬しちゃう。あ増えた、4人が多分ここ見てしてくださった、嬉しい、ありがとうございます。なんでボーダー着てるんですか。え、なんで、ボーダーが好きだからあ、ささっとメイクの佐々木さんだ。あー、ちょっと待って、
ミュート解除。あ、5時なんでね、まあ、すいません。そうですね、5時なんで申し訳ないです。5時のチャイムが鳴ってました。あ、そう、ミュートにしてた、ミュートにしてたから聞こえないんですよ。え、聞こえた？あー、レギの声が。びっくりした、びっくりした。この間にインスタフォローしてきました、ありがとうございます。ささっとメイクの佐々木さん、ありがとうございます。ぜひ今度またメイクしてください。楽しみにしてます。めっちゃ話しそれちゃった。そうです、ストライプとボーダー。ストライプは縦ってことか。ストライプね、なんか懐かしいストライプとか。なんか、ね、ストライプ流行ってた前。皆さんこんにちは、キビホーティーズチームエイドトリケン代表のトクナグレミです。インスタフォローしてください、よろしくお願いします。明日はボーダー来ません。何来ます？すみません、急に ASMR 突入みたいな感じですね。はい、ゾワゾワする、すみません。そう、急にねこういうのしたくなっちゃうんです。そう、こちょ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 話、こしょこしょ話、こちょこちょ、こちょこちょだったらさ、くすぐる方になっちゃう。こちょこちょ話でもこれ地域によって違うんですよね。いろいろありますね、くすぐったい話。山さん、あとよくありがとうございます。そう、レミのささやき CD とか発売したし、絶対需要ないんでしょ、そんな。誰も買いませんよ、そんなささやき CD とか。いりません、いりません、レミが恥ずかしい。やば。超面白い。危ない危ない、吹きかけた。いらないですよ、そんなささやき CD。 こっちが恥ずかしくなっちゃう、そんな。いらない、絶対いらない、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 いらない。嫌です、嫌です、嫌です。やばいでしょ、ささやき CD。 カオスだよ、カオス。やば、怖い、怖いよ。レミがただ支えてるだけでどうもなんない。やば。今5時5分。朝の不機嫌ボイス、不機嫌っていうか静か。朝はね。インスタフォローしました、ありがとうございます。な、5時半までします、30分まで。で、次の枠8時から9時、21時。増えたのでしょうか。お、お、増えてる、10人増えた、この間に。嬉しい、ありがとうございます。すごい、ショールーム効果。
お願いします皆さん。嬉しい嬉しい美味しいビタミン C。 なんかさこれで思い出したんだけど超なんか超さめちゃめちゃすごい性格悪い感じなんだけど、友達が言っててなんかさ、美味しい違う美味しい嬉しいビタミン C ってあるじゃないですか。あのそれでちょっと面白いっていうかあれなんだけど、なんかそれ美味しいよ嬉しいビタミン C って言うじゃないですか。その後に急に友達がそんなあなたはやかましいって言っててちょっと爆笑しました。そんなこと初めて聞いたと思ってちょっと面白く、そんなあなたはやかましいうまいけどねめっちゃ性格悪い人やんって。そうやかましい怖って怖い、ね、急に来たちょびっくりしたね今。面白かった。山さんかわいい、ありがとうございます。そう C そう JK 生活楽しんでます。結構 JK してると思いますよ割とねそう CC 姉妹 TT 兄弟じゃなくて CC 姉妹。血色ない、今日はね緊張した、なんか急に話題変わるやんって、ね、緊張しました、ずっと緊張してた。こんにちはこんにちはこんにちは。ガチガチってでも緊張した。なんか今日は2つねお仕事があったんだけど、違う全然違う、どっちもなんか今までなかった感じのお仕事だったから、なんかね変にガチガチだった。うん緊張しましたした。長崎さんタコありがとうございます。まあお楽しみください。ささやきささもうささやきません私でもねなんかね定期的に宮崎さんファイトありがとうございます。マックス鹿児島さんホイミありがとうございます。お楽しみに。ゆいゆいさんが海の上で配信ってどういうこと海の上というすごい、さすがゆいゆいさん。アッキーさんハートありがとうございます。おーちゃんさんだるまありがとうございます。すごい、さすがですね。楽しそう。
めっちゃコメント読んでめっちゃコメント読んで、砂丘からこんにちはみたいな、なんかアナウンサーみたいなね、皆さんこんにちは砂丘からです、やばやばいテンション。徳永もソフトボールやらないの。徳永お仕事でたまにやることはありますだけど、部活としてはもうやめました。急な徳永呼びびっくり。今日はじゃがりこない、じゃがりこもこのそう食べてない。さっき山さんハートありがとうございます。剥がれてきちゃったんだけど、なんかある意味ネイル向いてないのかな、どんどん剥がれてくるんだけど、何も触ってないのにだよ、怖くない？そういうネイルなのかな。そう、え、消えもしないね。野球は、あんまり見てもないかも最近。マックス鹿児島さん小判ありがとうございます。すごい迫力があってハマるんだろうなって思います。すごくカプレさんだるまありがとうございます。そう、なんかこの前っていうかめちゃめちゃ前なんだけど、もうそれこそ小学校低学年ぐらいの時とか、あの島根のスサノーマジックさんのバスケを観覧させていただいて、もうすごい迫力で、そのめっちゃ虜になった。なんかやっぱテレビで見るのとその現地に行って見るのって全然違うんだなって思う。それはさ、アイドルでもそうじゃん、やっぱりライブに行くのとテレビでそのライブの DVD とか見るよりも当たり前あるのが、もうそれしか見えなくなっちゃうから、レミの性格上もう何も手につけれない。NBA の試合日本で、そうなんだ、佐々木さん情報、絶対面白そうだけど、めっちゃ倍率高そう観戦、なかなか当たらなさそう。そう、レイもね、生で会ったら画像より可愛いねって言われることも多いから、すごく嬉しいなって思う。そう、お友達にも、え？一番高い席で40万やばー、震える、怖い、すごいね。ケンさんタコありがとうございます。えぐ、まあ、それだけ価値があるってことだよね。まあね、なんだろうな、すごいね、すごいね、そうだよ。でも楽しそう、ボクシングとか、格闘技系面白そうだね。俺に絶対なんかの金額じゃないとそういうのいかないな。野球とかはパパとかお姉ちゃんもお兄ちゃんも好きだから、たまに行く、たまにって言っても、でも俺み小さい頃さ、もうなんだろう、飽きるから旅行行って、小さい頃は旅行行って、まあなんか徳永家は旅行に行くのと野球観戦がセットっていうセットだったのね。前までって割とセットだったんだけど、レイはママと野球を見ずにショッピングしてました。そうなんだよ。いや、見てた時もあったけど、ちっちゃかったから、その時は多分じっとしてられなかったんだよね。そう、広島じゃない、福岡とか行った時のソフトバンク
寝てたりとか、あとは、ね、でも割とセットだった、うん、パパが野球大好きだから、そうお兄ちゃんも野球してたし、野球し、そうセットだった、旅行と野球はセットだった。風習そうだけど、レミとママは行かないっていう。そう試合時間がない。でも鳥取でも、あ鳥取でもありました、プロ広島と阪神、阪神戦が1回だけあって、それはちゃんと見ましたよ見た。そうそうとお父さんの影響です。うん、でもリンも、うん、割と見に行ってた時は見に行ってた。そうなんだ。18でもレミはサッカーとかも見てみたい。あとはまだ、そうかな、そうだね、サッカー、野球とバスケは見たことあるから、サッカー見てみたい。それに大型だから飽きちゃうんですよ。サッカー見てみたい。ソガイナーレ撮ったり、多分見たことない気がする、リーの記憶ではない、 あるかもしれないけど。そう、サッカー観戦ね、楽しそう、盛り上がりそう。バスケね、面白いよね。サッカーは待って11人だよね多分。これで間違ってたらやばい。11人か12人だった。そうだよね。ちゃんと覚えてますよ。これ2回ぐらい間違えたから、多分12人って言ってた前まで。1回ぐらい間違えたからもうさすがに間違えれない。野球は9人、ソフトも9人。マックス鹿児島さん GG ありがとうございます。あ、そう稲妻イレブンなんだ。そうなんだよね。11人、キーパーも入ってるの、その中に。え、多いね割と。じゃあ稲妻イレブンはリモたまに見てた、お兄ちゃんが見てたからそれを横で見てた。うん、多い、ね、オフサイドとかキーパーとかすごい初訪問たくさん、びっくり。キーパーなんだ。キーパーね、必殺ね。あー広いからね。ありがとうございます。皆さんインスタフォローよろしくお願いします。ツイッターも。小さい頃はお兄ちゃんと仲良かった、仲良かったのかな。でも割とそんなね、めちゃめちゃ仲いいってわけではない。めっちゃ熱思うもん。徳永レミです。よろしくお願いします。テニスしたことない。なんかウィーとかだったらやったことあるけど、本物はしたことない。うん。そう。うん。テニス難しそうだよね。釣らないと。することを知らないんですよ、徳永レミは。寒くなってきた。試験さん
こんにちは。バスケはしたことある。いや体育でした。バレエもあります。バレエはねしてるから。ひゆかとの卓球対決みたい。それはもうひゆかが勝つに決まってるじゃないですか。3年やってたんですよひゆか。今何時だ。陸上ね。なるほどね。陸上は走るのがね嫌いだからさ、遅いし嫌です。超わがままやんって感じ。そう、あーなるほどね。そう、長距離、長距離か。まあ走れないことはないけど、短距離よりは長距離派かな。そう、柔道とか強そう。それはどういう偏見。どういう偏見それは。どういう偏見。柔道とかなんかしてたね、中1の時体育でしてました。あ、ハードルレニーしてた。5、6年生でなんか陸上大会があって、2年連続ハードルでしたね。ハードルはでも怖い。あれこけたらもう血やばいじゃん。血やばいとか言っちゃダメだけど、こけたらもう大変じゃん。だからもうこけたことはなかったんだけど怖い。怖いよね、こんなら怖い。もうできない怖くて。ビリビリだから。弓道してみたい。かっこいいよね。あれ難しい。そう。でもではランキング見たいと思います。急なランキングレッツゴー。13位、LANEDYO さん、ありがとうございます。ジュニアラヒロさん、ありがとうございます。ジュチーマックス鹿児島世界はスクーさん、ありがとうございます。ジュイオーチャレミグミエミタの笑顔大好きさん、ありがとうございます。キュイヒゲジーしんちゃん先生さん、ありがとうございます。サチフジタアットマーク配信お疲れ、見たそう、毎日暑いけど無理しないでさん、ありがとうございます。7位、キヨさん、ありがとうございます。6位、ヤマさん、ありがとうございます。5位、ジョニーさん、ありがとうございます。4位、ケネスさん、ありがとうございます。3位、アッキーアットマークレミグミさん、ありがとうございます。2位、立花さん、ありがとうございます。そして1位は紫レミグミさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではラキレミ。34位、ユズハティアンさん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いてはドン。55位、中丸さん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト。あ、待って、ちょもう一回わかんない。83位、 N アットマーク素晴らしきさん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。次の配信は20時から21時なので、今日は3時間できませんけど、よろしくお願いします。ではラストの枠でスクショしますね。はい、ありがとうございます。続いてはそうです、8時9時でよろしくお願いします。すいません、なかなか配信できなくて。皆さんインスタもフォローよろしくお願いします。ツイッターも忘れなく。20、26分、あ、2位。今日シュッとしてるね。痩せた、やった、嬉しい、ありがとうございます。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。でも最近割とシュッとしてきた。イエイ。
怖。30分までです、この枠は。増えたかな。あ、増えた、16人になった。下は長ズボンですよ。19時15分にして星でお願いします。よろしくお願いします。最後の枠、皆さんご協力お願いします。でもこんな感じになるかも。これからも3時間できなかったりするので、申し訳なスイング。今日暑いから日焼けちゃうもん。来ちゃうよ。え、フォロー外せない、外さないでください。悲しい。少し日焼けした。本当ですか。やだ、画面が暗いだけ。あ、なんかログイン。そんなことない。そうだね、このイベント期間中に1万人いたらいいですね。目指します。そう、ライトがないから、ライトがあるからいつも白く見えるけど、これが通常。充電してる。健康的ですか今日。そう。あ、では皆さん、続いて20時21時なので皆さんよろしくお願いします。今日はこの枠ありがとうございました。また後でお会いしましょう。バイバーイ。はーい、だね、バイバーイ。